親分は、イエス様,エス様バチ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 ,バチ,バチピウウウウ。毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました。悩み、問題、依存症などはございませんかございましたら多少に関かかわらず聖書と交換いたしております。ということで。 月曜日のお昼前のひと時と、皆さんいかがお過ごしでしょうかパーソナリティのしんちゃんです。しんちゃんです。よろしくお願いします。ます親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエスキリストと出会って、泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。 こシしらはイエス様の愛を伝える人になるんやんアメンこれは本当にあった話で彼らは今もイエスキリストと共に最高の人生を歩んでいますこの番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきました でも、イエス様との出会いが私たちの人生を180度変え、今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ、今、苦しい思いをしている人に、希望がある人生やりのせるっていうことを伝えたいのです。イエス様という素晴らしい親分を紹介したいそんな思いでお届けする番組です。番組では、キリスト教って何 教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは7 6 1 a m k f m c o z a j p 7 6 1 a m k f m c o z a j p です。 ファックスは098-934-8653、098-934-8653です。また、同時放送、FM ギノワンをお聞きの皆さんは、797-FM ギノワン .com、797-FM ギノワン .com へ、 メッセージください。待ってます。え、それから FM コ座では、ユーストリームで音声と映像を配信しています。FM コ座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。また、ツイッターとも連動していますので、どんどんツイートしてくださいね。それでは、早速、今日の聖書の言葉言ってみましょう。はい。今日の聖書の言葉、マタイの福音書、4章、 14節から17節これは、預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわち、ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸異違法人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と、 死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。アーメン、うん、<面>はい。はい、ハレリア。どう,どうも、どうも。どうも、どうも。これね。はい。はい。難しい感じがしますけど。うん、要するに。要するにね。うん、えっとね、聖書。聖書の言葉は。うん どどんん成成就就すするそうでね昔の書かれたことだけどまず「新約聖書」っていうのが大体2,000年ぐらい前にね書かれたわけですよ。イエス様がお生まれになって。だけどねこの預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったってこの「預言者イザヤ」っていうのはそれよりもさらにまた1,000年ぐらい前かな。 ねうん、の人で、その人がね、救い主が来るよと、はい、平たい話が、うんね、あのゼブルンの地とナフタリの地、つまりこれはあのイスラエルの方のあっちの地名なんでしょうね、うんえー、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、違法人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に、光が昇ったって言うんですね。はい ね、つまり、あの、ま、困ってる人、苦しんでいる人、悩んでいる人、その人たちを解放してくれる救い主が来るよと言って、そういう予言が、イエス様が来たことによって、成就したよという話です。話ですね。はい。それでね、これね、あの、実はね、コテコテ、 大阪弁。大阪弁。いろいろ役がありましてね。深海役とか、ま何だった交互役。交互役。現代役。とかね。最近の言葉に訳した現代役。リビングバイブルとか。はい。ありましてね。その中にまた、コテコテ役っていうのがありましてね。コテコテ役。はい。コテコテ役っていう。コテコテ役っていうのはね、ちょっとこれ、専門家の人呼んで、そんで読んでもらわないと。そう。 ちょっとコテコテなんで、今日はそのコテコテ大阪弁の専門家にお越しいただきました。て。えー、沖縄ベタネチャーチの松尾大輔さんです。よろしく、今日のゲストは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。はい、よろしこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、ですか、これ。こは。はい。 いきましょう。じゃあ、えっとね、まず、じゃあ、17節、もう一回、この私たちいつも読んでる新海薬というので、十七17節をもう一回、あ、しんちゃん、読んでもらっていいですか。その後に、えっと、コテコテ薬っていうのを、えっと、松尾さんに読んでもらいますからね。はい。はえ、17節、います。この時から、イエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。はい。アーメン。 じゃお願いします松尾さんその時からイエスさんは「悔い改めんとあかんで神さんの国はすぐ近くまで来とるさかい」と言って周り中に言いふらし始めたんや「雨」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 「いやなんかあれですね威厳がないですんか力抜けちゃうね <laughs> こんなに聖書でもこんなに違うんですい。はい、まあとにかくですね、うん、聖書ほどいろんな言葉に訳された本は今までにないわけですよ聖書ほどいろいろな世界中にね、うん、あの多く多くたくさん出版された本はないということで,ですね、うんうん、本当にいろんな言葉があってね沖縄の方言もあるんだって沖,沖縄のねあのね 日本で最初にできた聖書は実は沖縄方言の聖書だったんですよ。日本の本土よりも沖縄の方が早い実は。で実際にその仏をね見たことありますけど紙なんかね箱に入ってねすごかったですけどはいあのいろいろあるもんですね。今日は松尾さんよろししくお願いますよろしくお願いします。 いいんですよね、なんかね、この松尾さんのね、<laughs> 大阪弁が、松尾さん、同じ教会なんですけど、そうしね、全然何年、何年ですか、松尾さん、4年ぐらいですね、<laughs> 全然大阪弁抜けない、<そ>全然抜けない。 僕も大阪なんですよ、もともとは。なんかね、蒼天礼拝って言って、朝ね、みんなでお祈りするんですけど、その司会とかね、松尾さんやるんですよ。松尾さんも新学生なんでね。それで、曲を紹介したりするんですよ。次の曲は何なりですとかって言って、それで、ミよ十字架より下るっていう曲があるんですよ。ケンちゃんの好きな曲。それで、松尾さん言ってください。よ十り下る なんか力抜きます。力抜きますよね。<laughs> <laughs> はいはい。<laughs> <laughs> ということで今日はですね、そんな松尾さんがえなぜまあね今日ここに来ているのかえお楽しみですけれども、曲の後と聞いていきたいと思います。はい。じゃあ一曲目はしんちゃん。はい。一曲目はですね届けたい。 親分はイエス様エスパチパチパチ,パチはい。はい。ということで、えー、今日はですね、松尾大輔さんをお迎えしてお送りしています。親分はイエス様。はい、えーっとですね、あのですね、とっても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 嬉しいことがありまして、はい、あの前回ですね、<laughs> うん、あの放送の時に、えー、っとメッセージ来まして、あの、選手ちょうだいという。はい。 ね、うん、あの、メッセージ。も,もさん。はい、も,もさん。うん、ね。聖書ちょうだいというメッセージ。あの、それで聖書を送りました。はい、あ、そしたら、あの、も,もさんからですね、聖書ありがとうございます。今来ました。これから読んでいきます。と言ってですね、あのー、メッセージ、また、あの、返信いただきました。ありがとうございます。ます聖書いい本ですからね、皆さん読んでください。はい。えー、それから、はい、さらにまた、なん,なんと,なんなんと今日来たらですね、 今日来ましたら、スタジオに来たらですね、2通またメッセージ来てまして、これは長野県に在住のですね、N さんという男性の方、はい、聖書を送ってくださいと。はい、ありがとうございます。送らせていただきます。ますそれから、えー、桃林さん。はい、桃林さんという方、こんにちは、こんにちは。えーえー、これはですね、沖縄県にの桃林さんが、うんえー、近所米子さんというですね、まあ、元ユタの 近所米子さんという方がいてその方の「豊かなキリスト」という番組を聞いて、うん、以前やってた、うん、はい今今、はいえー、とその番組を聞いてクリスチャンの皆さんの話を聞いていると、うん、涙が出てくると、はあはあ、それであのこの番組も聞かれたんでしょうね、うん、そしてあの聖書を読んでみたいなと。 他のクリスチャンの番組じゃないそうかもしれない。涙出ないかもね、うちの番組はね。それでね、でもね、選手読んでみたいという思いが来たらしいです。そうしたらね、 あのでも聖書買おうと思ってもね、うん、どれ買ったらいいのかよくわからんかったと聖書もほらいろんな役があったりとか、ね、コテコテ役とかねいろいろありますからね <laughs> はい、はい、それで、うん、そうやってあの迷っているところにですね、うん、この番組で最後に聖書を無料であげますよという驚きの言葉がということで<ー>、えー、それでまずはその聖書をもらって。はいはい 読みたいなという、すごく嬉しい手紙じゃありませんか。あげます。あげます。ます。ね。しまのいい神様ですからね。はい。ということで、はい。はい。ですから送らせていただきます。嬉しいですよ。だって、自分たちがこの聖書読んで人生変わってるから、この人生を変えて素晴らしい人生を与えてくれる聖書が人の手元に届くということは、これは嬉しいことですよね。はい。 ということで、はい。それから、メールじゃなくて、これ何コメントがね。コメントが意外とてるコメントがね、意外といっぱい来てますよ。はい。はい、さっきのね、聖書の言葉、うん、あの、ゼブルンの地とナフタリの地、はい、あれをですね、これリスちゃんから来てます。マタイの福音書より。うん、ゼブルンとナフタリン。光が昇った。悔い改めなさい。預言者イザヤが言ったのさ。<laughs> イエスが来ちゃうかもよ。 はい、これ、リスちゃん役でした。いはい、それから、つばきのさん、今日は、あ寒めの天気悪しです。ということで、ああ、そうなんですか。風邪ひかないように気をつけてくださいね。はい、それから、リスちゃんさん、悔いらめなさい。二度付け禁止や。 これは関西ローカルあです関西ローカル。あの、串カツね。串カツ。食べて、ぴってまたとつけちゃだめっていう。ソースが置いてあるんだよね。ソースが置いてあって、串カツ。つけて食べるんですけど、一回ぴって食べて、もう一回つけちゃだめって。だめっていうことでああ、なるほどね。さすが、大阪の椿野さんからは、リスさん。 串カツちゃいますぜって。ちゃいますせちゃいますぜって来てます。串カツちゃいますの来てますね。リスちゃんは松尾さん。はい。ツちゃいますのちゃいますの串カツ串カツ。ちゃいますのちょっと言葉は変わっていてもイントネーションは一生抜けません。多分。はい。ということですけれども、はい。えっとね、もう本当にね、 最近、ちょっと上行きすぎちゃった、わから最近、ナンバーは、ビッグカメラ前に大きい串カツ屋さん、串カツ話なんか盛り上がっちゃってない。はい。はい。はい、ということで、ちーちゃんさん。ちちゃんさん。おはようございます。おはようございます。神奈川、小田原市は晴れて涼しいです。ああ、いいですね。日本晴れって、なんか、あの、小田原だからね、富士山もよく見えるんでしょうね。はい。ということですけれども、はい。 えー、今日の、今日のゲスト、松尾大介さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえーとね、松尾さんね、<coughs> 松尾さんすごい、あの、コテコテですよね。あ、コテコテです。直すきないんですかえ直すきはないんですか なんゃくおかしいしんちゃんのことは、なんか、おかしいな、それ。いや、めちゃくちゃありますよ。いつも共通語で喋るようにしてるんですけど。あ、標準語で標準、共通語で。標準語ね。標準語で。標準のつもりなの、それ。ですけど、いつでもお祈りとかなんかしてたら、大阪弁に出てしまうんですよ。出てしまいますよね。出てしまうんですよ出てしまいますよね。はい。あの、このね、松尾大輔さんも、 いや、やっぱりあの、親分はイエス様に、ゲストで出ていただくだけありまして、それなりの、まあ、それなりのね、過去というか、過去というか、まあ、犯罪歴というか、経歴をね、お持ちなようですけれども、今日はちょっとその辺の取り調べを、よろしくお願いします。松尾さんの、松尾さんの取り調べ、松尾さんの取り調べをね、していきますので、 はい。洗いざらいね。洗いざらい話してもらいます。この番組には黙秘権というものがありませんから。はい。全部喋ってもらいましょうか。はい。全部喋ってもらいます。はい。ということで、えそうですね。はい。松尾さん、あの、まず、まず、あれですよね。大阪。大阪出身 僕、あの、選手の泉佐野中属なんですよ、関空の近くの選手。選手っていうのもあんま分からんと、すいません、南の方から。そうですよ、岸和田祭りとか、柄の悪いとこだね。一番柄が悪いと思いますけど、大阪の中でも、柄の悪い、言葉も、気象も悪い、気性も悪いと。なんか、そういう歌ありましたよね、気象も荒いみたいな。ああ、の、池ちゃんっていう人言ってるんですけどね、これは、選手ローカルやけど、 もう断じりの人やったら絶対してる歌があるんですよ。ああ、そうなんですか、気性も荒いちってね、ははは、なるほど、はい、それで、でもなんか、その、なんか話によると、おうちはなんかいいお家だったらそういうね、ちょっと結構そういう柄の悪い地域だけど、めっちゃええとこのお坊ちゃんでしたよ、ボンボンなんですよ。 うん、な、うちは何やってた、うちなんです。もともとうち、技工士、やってたんですよ。あの、入れ物が作る歯は、は。はですか。は。は。お家がね。うん、お家が。会社の。社長ですよね。社長の息子です。社長の息子です。社長の息子だな。これ。あ、マジですか。へえ、品がないですね、それそれさ、それにしてはね。いや、それ、ごっつい品出してるつもりなんやけど。うん。なんかね、各国で競争をつけてきても。 あそうなんですかあっそうそうってこてのね本当に西成から来たっていうねあれだけどね元はね元はいいところのボンボンなんですよじゃあ結構何に不自由なくああそうなんですか小さい時幼稚園とか。 あ、僕、あれですよ。僕、カトリック系の幼稚園に行たんですよ。カトリックって名前言いましょうか。天使幼稚園。天使幼稚園。天使って顔じゃないけど。いやいや、エンジェルですよ。エンジェル。エンジェルだったんですか。あ、なるほど。もう、いいとこの子ですよ。カトリックの幼稚園行って。もう、あの、送り迎え付きの。そうそう。あの、いつもバスバス乗ってね。バス乗って。で、横に天使幼稚園って書いてるんですよ。ああ。えー、あ、そうですね。どんな天使や だけど、だけど、やっぱりあれですよね、順調にそのまま行ってたらね、この番組には出てなかったですよね、順調にいったら、まあ、自分も医者だあそうですよ、間違いないですね、これね、じゃ者というか、やってたはずですよね、順調にいったらね、でも順調にいかなかったですよねこれも神さんのなんか知らんけど、こうなってしまいまして順調にいってもらったら困るんですよね、この番組はね。

お父さんの会社がお父さんしたんだお父さんしたのは何年ぐらい前なんです78年前ですかね結構最近までボンボンだったんだじゃあ最近までボン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 ですボン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 でンボ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 ンでそうンボ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 うボン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 ボはいはい あの、小さい頃、うん、お母ちゃんに絶対行ったらあかんっていうところだったんですよ。<laughs> <laughs> ここだけは、ここだけは行っちゃダメよって。うん、大輔ここだけは行ったらあかんでって言うたとこに。大輔ここだけは行ったらあかんでと。言われた通りに。行っちゃったどっ,どっぷり使っちゃいましたね。行っちゃったんだ。行っちゃった。うん、あ、そう。はい、え、なんでそれもう、あれですか、家がもうなくなっちゃったのあ、そう。全然僕、今、 あれが一人いてるんですけど、ちょっと事情があって、ちょっと音信不通みたいになってたんですよ。で、あともう、一家離散だ、おきっもおふくろももう亡くなってるんですよ。でも住むとこもないんですか、じゃあもう大変な、辛いとこ通ってきたんですね。それで西成行って、その西成ではどんなことをされてたんですか。です一応露やってたんよはい 一応あるんですよ。朝五時ごろからやってる、やってる人はしてると思うんやけど、これちょっと、ローカルの話なんやけど、そこであのコピー商品ありますよね。はははいいい。バッタモンで売ってますね、ビトンとか、ドルガバとか、ドルチドルチェ、すみません、ドルチェガバ、専門用語でも分かりませんね、ドルチェガバーナ、でグッチとか、そういうふうな感じの財布とか、服と服とか売ってますよね。 偽物商品屋さん。はい、偽物商品屋ではい、それをやって。犯罪っすよね、それ、ちなみに。犯罪ですよね、それって。間違いなく犯罪犯罪っすよね、はい。うーん。儲かりましたえ儲かったっすかめっちゃ儲かりましたよ。あ、そうですか。えあ、なるほどね。えそれで。変わりはやつずやボンボンから。ボンボンから。なるほどね。カトリック幼稚園から。そう、天正寺から。泥棒市へ。うん、天泥棒市へ。 天使幼稚園から泥棒市へと転落したわけですね。は、はい、あなっちゃうんですね。はあ、へえ、まあ。じゃあもう人間関係なんかも一気に変わっちゃったわけですよね。あそうですね。ね昔はね天使幼稚園っていうぐらいだからねあんま悪い人いなさそうだもんね。来語学言のあれですよもだけど西成行ったらもうお友達は結構あれじゃないですか <laughs> え 周りの人は、あんま天使幼稚園みたいな人いないんじゃないですか。怖い人たちばっかりですよね。<laughs> そうですね。はい、<う>天使幼稚園は一人もいまなね天使幼稚園は一人もいないす、ね。一 <laughs> 人もいなかった。はいはい、それでだ、なんか、あれですね。だ,だんだんだ,んだ,んだん変わっていっちゃったんだ。あ、そうですね。<ー>そのコピー商品売ったり、そういうだけですか、やったのは。い<や>どん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 悪い友達なんかもできるんじゃないんですか、そんなところであの。悪いことは滑てやりましたね。多分。 僕、捕まってないんですけど、しんちゃんとかけんちゃんみたいより以上悪いことしてたと思うじゃ帰りにちょっと沖縄署行きましょうか。えそれそれ絶対やばいですよ。大丈夫、大丈夫、時効だからね。あなるほどね。でも、そんな悪いこと、悪いことして、悪いことさ、なんかしだしたらさ、この、なんていうの、なんていうの、負のスパイラルじゃないけど、なんか、例えば、嘘ついたら、嘘 隠そうと思ってまた嘘ついたりするんじゃないですか。やりますよ。なんかそういうことがこの生活の中でどん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 起こってって、うんうん、悪い方に悪い方に行くよね。そうですよ、うん。悪いことしだすとね、うん、生活がね。でだいたいあれですもんね、あのー、今日。 これで見つかったなと思ったら次の時もうちょっと見張り増やしてやろうかとかね。そんなことしか考えませんもんね。反省しないんですよ。あの自分が悪かったなんて一言も思わないですよ。やり方が悪い。やり方が悪い。やり方が悪かったなるほどでしょ。西成だからあれでしょ。なんかお薬なんかも売ってたんでしょ。あすいません。売ってました。覚醒剤とかも売って。あんたのせいだよ。そうだ。そうだそうだ。俺が 被害者の会。被害者の会。なんて。すみません。みんな終わりです。ごめんなさい。はい。どうということですけれども。はい。なるほどね。でも、あの、ず、ずっとは続かなかったんですよね。結局、それもね。そういう生活もね。あなるほど。え、後半ですね、ちょっと曲を聞いてから、はい。あの、その生活、どうなったかっていうのをちょっと聞いていきたいと思いますけれども、曲の方いってみます。え、2曲目、ひまわり。 親分はイエス様エスはいということで、えー、今日は松尾大輔さんをゲストにお招きして、はいえー、お送りしております親分イエス様ですボボンボンはい、えー、今日はですね、えー、この松尾さんのお話を聞いていますけど、はいまあ、ボンボンだったボボンボンですよねボンボンだったボボンボンですだけどあのドロップアウトして西成に行ってしまったと <laughs> 行ってしまった でも最初は何か今聞いたら最初はね普通にみかんや僕初めは普通にほんまみかんとかき氷売ってたんですよあかき氷あでまっとう商売をしてたんで最初はねだけど西成で普屋台で屋台でね露店でみかんとかき氷売ってたんでまっとうな商売ねそっからでもなんか紹介みたいな合いができて だだんん儲から仕事にねよくそこフグ買いに行ってたんであそれで知り合ってでうちで働かんかみたいなスカウトされたわけでドラフト1位ですあっそうそれで悪い人にスカウトされちゃった悪い人にスカウトされてこれでつながったつながった分かった分かった分かったはいはいはいだけどだけどそんな生活どうでした面白かったですかいや 初めはもうとりあえずもうここで有名になってもうビックになったろばっかり思ってたんやけどもうそれが1年以上過ぎたらもうごっつい心がなんか寂しかったですよねどこ行っても別に驚きも何にもないしどこ歩いても知り合いばっかりやしもうそれが毎日すごい嫌でしたねで毎日警察相手せなあかんし。 うん。ああ、びくびくつないで。あ、れだ、あれコピー商品だから。そう、毎日あれなんですよ。一応百0番通報されてて。毎日警察来てたんですよ。ほとんど。警察来たらさっと逃げるんですか逃げますよ。あじゃあ、れだ。もういたちごっこという。あ、そうですよ。 あ、それ、ですよね。生きた心地しないですよね。しませんよ。ね。ああ、わかるわ。俺もなんか経験者かうん。俺もね、あの、指名体されて。そう、指名体されて逃げてたことあるから、わかります、わかります。その気持ち。はい、はい、はい。あ、それで嫌になって、苦しくなってきた。はい。もう、毎日苦しかったですね。うん。お金は儲かっても、お金は儲かっても全然嬉しくなかったです。ああ、なるほどね。それでまあ、あの、ある日、 やめたということですか。い間どうなったんですかある日あれなんですよあの僕の可愛がってる後輩が僕ところに来てあの五十万作ったんで今から飛びませんかって言ったからもうあその後輩はあの松尾さんがそういう生活はもうやだっての知ってたの。いやみんな そういうふうな感じで喋っとったからもう、みんな同じ気持ちだったんですよ。同じ気持ちだったんでああ、なるほどね。仲間っていうかね、同じことやって。同じ気持ちだったんだ。いい後輩じゃないですかね。ね、だって、だって五十万持って、自分の。そうそうそう。ね、いい後輩じゃないですか。まあ、英語は一応では英語はあれやけど。あ、それで一緒に飛びましょうと。飛びしょっつって。飛びましょう。で、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 飛んだ。はい。飛んだ。どこに飛んだんですか。九州です。あ。 休止ね。南へ南へこう逃げて。あ、犯罪者はなんかね、南へ南へ逃げるらしいね、そうそう匂いするみたいでね。なんか南に行ったらなんとかなるんじゃないか的な感じですね。犯罪者特有の。なんともなれへんやけどね。そしてあの南へ逃げたけど、あ、なんともならなかった。なんともならなかったですね。結局初めどこやったかな。 なんか熊本ですわ。熊本行っとって。今大変な。熊本行ってて。で、長崎とかも行っとって。で、最後、福岡で、あの、お金つけてしもうて。ああ、お金つけて。まあホームレスみたいなのやってましたね。50万って言ってもね、2人で、なんだ、飲み食いしながら、なんか、どっか泊まるんですかなんか、安い。ああ、はじめ、あの、 東インとか調子に乗って止まっとったんやけど50万ってでもなくなりますよねいずれなくなりますねどっか仕事しようとかそういうのはなかったなんとなく追われてるっていうかそういうこともなかったあんまり何も考えてなかったですねああまあ何も考えずにお金が尽きたとはい何も考えてないからねはいええお金が尽きてどうなったんですか でも辛辛かかかっっったたんじゃゃないでですすめちよもうほんであれは今でも覚えてますわ2月か3月ぐらいですよあじゃあ寒いんじゃない ?3 日ぐらい食べるもん何にもなかったんですよほんでこれはもうちょっと後輩とやばいなと思ってほんであの電話1台持ってたんですよそれに1回電話したらあのある NPO の人が助けてくれて福岡の教会を紹介してくれたんですそれで命拾いしたんですよああ教会がんか食べ物とかくれたってことですかいやそこの教会の師先生はすごい人でやってで僕らみたいな何も分からへん人を部屋借りてくれてえ部屋を借りてくれたアパートはあで住ましてくれて。 あの先生、あの先生、あの先生、元ヤクザの、あはいはいはいやっときましょう、はい、ううんんあの先生が、あの先生が、はい、え、はい、あそうなんですか、そうなん部屋を借りてくれたんだ、そうなんですよ、え、それはなんか条件なかったですか、その代わり、俺の、あのうちの働きしろみたいないや、別に何もないですよ、何もない。うんえ、無条件で、無条件で助けてくれた、はは変わった人もいますね。 顔いかついですけどね。は。え、そうなんですか、それで、その時初めて教会にいた。あそうです。はあ。ほんで、えっと、あの時毎日日曜日とか、初め助けてくれた NPO の人、いてるんですよね、そこに掃除手伝いに行ったり、そんなしに行ってたんですうん。 一宿一般の人情は。それ義理人情の世界から、義理人情の世界じゃないけどね、キリスト教はっていう意味ですか、ある意味ね、その NPO っていうのは、普通の民間の NPO、教会がやってる NPO じゃなくて、いや、その先生の知り合いの NPO、牧師先生の知り合いの NPO がね、なるほどね、そこで、そこで、どうしたんですか、そこで。 そこで1ヶ月ぐらいいてて、うん、でもう一人の僕の後輩はそこで生活保護を受けれたんですよ。うん、で僕だけ受けられなかったんですよ。でそこのある先生がある時、うん、沖縄にあのまたこういうとこがあるんで、うん、行きませんかって言うて。うんうん それがきっかけで沖縄来たんですけどね。うん。あ、それで、うちの施設に来たんです飛ばされた、飛ばされたんだ。あなるほどね。ああ、あれ、じゃああれ、うちの施設に来てから、受けけたたんでしっそうですそうか、それで、教会に助けてもらって、教会、いいとこだなって思ったんですか初めはもう、なんか、全然わからんかったんやけど、うん。 でもだんだんやっていくうちにみんな頑張ってるし俺も頑張らなあかんな思ってそこでもうやっていこうかなと思いましたねああなるほどそれで聖書は聖書はそこの信徒の人にいただいたんですよあ福岡でいやあっこっちへ行って下さいなあなるほどベタに沖縄で沖縄でああそうそれで聖書を読んでこれは 頑張らなあかんなと。これ頑張らなあかんなと思って。ああ、もう神様信じて、これから人生やり直さんと、あかんで、と思ってああ、あかんで、あかんで思いましたこれどっかで。ちゃんの大阪が面白い。無理に大阪弁、あかんで。どっかでやり直さんとあかんと思うし。ああ、ほんまでんな。そうですわ。うん。あ、それでなんだ。はい。 なるほどだから今頑張ってんだね、今ものすごい頑張ってて、NPO の仕事をしながら、そう、教会の仕事をして、教会の方針をね、しながらね、あれもね、炊き出し、ああいうボランティアなんかも、ものすごい頑張って、いつも文句も言わずに、ですね率先してやってくれるんですよ、そういうあれがあるんですね、ベースが、だから、頑張ってんだね。そうですよ なるほどね、これ、納得いったわ、進学校も行っててね、そう、今3年生ですよ年生でね、今、僕たち行った学校なんですけど、同じ学校、今、3年生で、後輩たちがね、いっぱいいるんですけど、その後輩たちに慕われてるんですよ、とても、とても慕われててね、いつもまとめてますよね、みんなをね。 まとめ役兄貴分的な存在になってますけど大阪弁でね「<laughs> ついてきなはれ」とか言ってね,ってね <laughs> うるさいんだよな松尾さんが一人いると5人ぐらいいるような感じがするぐ気のせいかな当たってます <laughs> はいということですけれどもはははは そういうわけでそういうわけで教会生活が始まったっていうわけですか将来はどうしたいんですか将来はやっぱり僕らみたいな貧しい人とか困ってる人を助けてそれがもう一個夢は障害者の人 たちとおお店とかしたいなという夢もあるんですよ。いいあれですね。あ、それなんか前から言ってますよね。うん、そうですね。あの NPO 今は NPO の方だけど少し前まではね、あのえっとあれ何って言うんですか、就労支援就労支援施設ねに派手働いてだからね、そういった障害を持った人とかのねお世話をずっとしてたんです。今移動になって NPO の方に。 いますけどねその施設でも結構みんなに慕われてましたよねみん,ななんか、うん、あの面倒見がよくてね、うん、あのいつもあの声かけたりね飯食ったかなんて言って心配したりとかしてね、うん、あの本当に面倒見のいい、えー、松尾さんですけれどもああなるほどねそういう過去があってそして苦しいところを通ってきて、はい、だけどイエス様に出会って、はい、あこれから頑張らないといけないぞと、はい、俺はこんなことやってる場合じゃないっていう。 そういうスタート地点があったわけだ。スタートの地点がね。あだから今はそうやって頑張って人の面倒を見てるということなんですね。はい、なるほど。そして今は目標を持って、はい、今、まあその、そういう人を助ける働きをこれからもどんどんしていきたいという目標があるわけですね。はい、目標がありますね。なるほどね。はい、どうですかあの、今、このラジオを聞いてる。 人たちの中でも、うん、やっぱりなんかあの道を自分が道を踏み外している的な人とかね、うんうん、あと周りで例えば子供がとかねお友達がとか、うん、道を踏み外している人、うん、たくさんいると思うんですけど多分ねあのそういう人たちも結構あの松尾さんみたいに、うん、こんなはずじゃなかったんだけどないつの間にか道がそれちゃった、ね、っていう人多いと思うんですよ。うんうん そういう人たちに向かって、何かメッセージあっ、いや、あのね、僕みたいな人でも、こんなろくなことしてきてない人間でも、絶対やり直しは聞くんで、時間は何歳でもそんな関係ないと思うんですん。それから、もうそんな全然諦めらんと、なんか、絶対人間、夢って一つあると思うんですよ。それに向かってもう 頑張って戻ったら僕一番嬉しいと思うし、でまた日曜日とかも教会その辺に教会あると思うし、そこ行ったらもう座っとくだけでもいいと思うし、初めはで三日とか歌歌聞くだけでもごつい心が慰むと思うんですよ。ね癒さますよね。うん。でも初めはそういう感じから入っていったらいいと思うし、それから何かみんなきっかけがないだけだと思うんですよ。はいはいはい。うん。それから何かきっかけでも作ってそれで。 もう目標に向かって頑張ってくれたらもう一番いいと思うんでそうですよね雨。雨。雨。やっぱりね今やっぱこの目標を持ってるからね松尾さんがねん、はいうん、だから今しっかり歩んでいくことができるやっぱ目標がないとどこに向かって歩,歩んでいったらいいか分かんないですもんね大体逃げてみんな目標とか夢って絶対持ってますよねうん、うん、必要ですよね、うんはあ、ありがとうございますいやいやほらあリスちゃんから来てますよ松尾さん いい話をありがとうございますごつい心和みましたわおきいなリスちゃんまで変な大阪弁になっているなんかね珍しくリスちゃんからいいコメントが来てますね嬉しいはいということでということで今日は松尾大輔さんにお越しいただきましたけれどももう一回ね最後にねなんか読んでもらえますか 読んでもらいましょうか。じゃあ、うん、あの,あのあそこ行きますか。うん、最後にいつもこの番組で、ーはー、ね、ちょっと開けるのが時間がか,かっちゃうかもね。<laughs> はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は標準語ではね、あのすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。うん、私があなた方を休ませてあげますって、はい、言ってますけども、コテコテ大阪弁訳はどんな感じなんですか、松尾さん。 疲れたもんや重荷を食うたもんは誰でもわてのもとに来たらええんや休ませたるさかい以上ですああめ威厳がないですねあからしまらんなあこれしまらない最後でしたけれどもちゃんと読みましょうね内容に。 いやでもね今日ね、うん、いい話聞いたやいやね松尾さん、はい、あだから頑張ってんだっていうのが今日、ねね、納得いきました、うん、ありがとうございますありがとうございましたまあっという間の時間ですけれどもはい、はいはい、ラジオを聴きの皆さん今悩んでる人苦しい思いをしている人はいませんか家族友達学校職場などでの人間関係の問題経済的な問題薬物依存アルコール依存ギャンブル依存など 依存症や、えー、精神的な病で苦しんでいる方、悩んでいる方は、ぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。うん、でも、イエス様を信じることによって、教会に行くことによって希望に満ちた楽しい人生を歩んでいます。うん、こんな私たちでも変えられました。こんな松尾さんでも変えられました。あなたもきっと変えられるはずです。 聖書の中でイエス様はこう言われます。ちゃんとしたので言いましょうね。すべ、はい、て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アーメン。イエスキリストは、教会はあなたを歓迎します。 何でもできる本当の神様、イエス様があなたの問題を全て解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜなら、イエス・キリストはあなたを愛しているからです。あなたは愛されてます。 番組では国際ギデオン協会の協力により聖書を配布しています。FM 小座のお近くにお住まいの方は FM 小座まで取りに来ていただければその場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は番組宛にご住所、お名前を記載して聖書、ちょうだいとメッセージを送っていただければこちらからお送りいたします。もちろん無料です。また Ustream でも配信しています。FM 小座のホームページから見ることができますので えー、そちらもご覧ください。また、YouTube でも、アップしてますので、そちらも見てくださいね。はい、ということで、松尾さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もあっという間の1時間でしたけれども、はい、皆さん、最後までのお付き合いありがとうございました。はい、今週も1週間、元気に過ごしてくださいね。また、来週、お会いしましょう。親分は、イエスーイエス